ハプログループ N とは、分子人類学において、人類の不景を示す、Y 染色体ハプログループの分類で、M231 以下の系統に位置すると定義される、ものである。Y 染色体のハプログループ N は、現存の Y 染色体ハプログループの中で最も、近縁のハプログループである、ハプログループ O とは、カーマインへ通る、によれば41900年前、 ポズニックへ通るによれば44,700年あるいは38,300年前、イフルによれば36,800年前に分岐をしたと推定されている。ハップログループ N に属す原存の Y 染色体は2万年前から2万5,000年前に東アジアにおいて分岐をし始めたと推定されており、ユーラシア北部、さらにはシベリアを横断して北欧まで分布を広げた。 観察頻度は、ネネツ人に97%、ガナサン人に92%、ヤクート人に88%、フィン人に63%、チュクチ人に58%、サーミ人に47%、エストニア人に41%、ユカギール人に31%、ロシア人に20%などである。ウラル語族との関連が想定される。フィンウゴル系に、 N1A1、サモエード系に N1A2 が多い。両画文明の遺跡人骨からも N1 が60%以上の高頻度で見つかっており、かつては東アジア北部においても支配的であったと想定されるが、現在においては、おおむね10%程度の低頻度となっている。ハプログループ N、O に関連する東アジアの民族移動、ハプログループ N は、 日本人全体では平均して2%ほどと低頻度であるが、青森県では N1 が7.7%観察された例がある。両雅文明の遺跡人骨からも N1 が60%以上の高頻度で見つかっており、かつ三内丸山遺跡と両雅文明の関連性が指摘されていることから、両雅人の一部は日本列島にまで進出していたと考えられる。しかし、 日本におけるハップログループ NM231 の分布がかなり薄い上に日本で確認されているハップログループ N の Y 染色体は少なくとも3つの異なる海系統に属しているため一度のまとまった民族移動によって日本にもたらされたのではなく複数のトライでもたらされた可能性が高い日本では古代中国の修王朝と同系である可能性がある絵の海7 1 中国や韓国に見られる n y 十二万五千六百六十四と禁煙の n y 二万三千七百四十九、中国の山東省や河北省にも見られる n y 二万四千百九十一などが見られる。も、い、サークス、リーは、DNA ハプラグループ、N&IX サブクリデス二千十七による太字は、想定される関連、還元書後、 NM231、ページ91、M232、M2188 がナサン人92%、ヤクート75から84%、ネネツ人75%、フィン人51から61%、トゥバ人27.2から54.5%、エストニア人40%、サーミ人40%、ブリアート人34.5%、

ドグリブ族5.241%、カザフ人5.33%、ウイグル人4.89%、朝鮮民族4.241%、6.9%、J10、日本人 1.9%NM231 は、両雅文明の遺骨から高頻度で発見されている。また、両雅文明の南隣の在庫文化の約5000年前の遺骨からも100%、 行商文化北東部の6000から5000年前の遺骨からも100%確認されている。ハプログループ N の系統樹とウラル語族の系統樹が一致しないことは、ウラル語族の騎士上分岐モデルを支持するものである。遺伝子系統からは、ユカニイル語はサモエード語よりもフィングゴル語に近い可能性が示唆される。ヤクートはもともと、ウラル系であったが、チュルク系に言語交代を起こしたようである。 先谷光は、裏日本の言語は、ハプログループ N 集団が担った、基想言語の特徴の可能性がある、としている。ハプログループ N1 は、遠藤時の担い手であり、N1 が観察される、両賀地域や円海州、日本の東北地方北部、北海道南部から、遠藤時が発見されている。また、海系統の N1A1 は、串目分時の担い手であり、 朝鮮半島から、両賀地域、モンゴル、シベリア、バルト海沿岸、北欧などに見られ、N1A12 族スウラル系民族の拡散と対応している。ありがとうございます。